皆さんどうも、ひでちゃんのひでかずです。本日はですね、こちらで草刈りをしていきたいと思います。ジズライザーエアーです。実はですね、こちらお借りしました。地元の方からですね、使ってみないということでね、お借りしてます。本当にね、ありがとうございます。もうあの借り手ばっかりですけども、とっても嬉しいです。こちらのジズライザーエアーですけども、とっても軽いです。98g だそうです。 一般的なですね、この軽量タイプのチップソーでも 300g あると言われています。こちらのナイロンカッターもすごく軽いと言われてますけれども、これでも2 5 0グラムあります。こちらのエアーですけども、98g ということで、まさに空気。本当に軽いです。一般的にですけども、竿先がやっぱり軽いということは、体への負担が減るということで、作業性がね良くなる可能性が期待できます。このエアーですけども、 三種類の用途で使うことができますまずはですねチップソの安定版として使うことができますあとはですねこう差し込み式のナイロンコードを挿すことができます チップソーをですね、安定版にした上で、この安定版からもコードを出すことができるという代物になってます。やっぱりこの中で一番注目したいのが、チップソーとですね、ナイロンコードが一緒に使えるっていう点ですね。 いやもうあの単純にチップソーとこのナイロンコード2つ使えるってことはえ何切れ味2倍作業性2倍まさかなんていうふうに思っちゃいます一方でねあの視聴されてる皆さんはあのベテランの方たくさんいますからいや多用途に使えるってことはそれなりの性能なんでしょっていうふうに思う方もいらっしゃると思いますのでその辺のところですねよく見ていきたいと思いますまずはですねチップソーの安定版として使ってみたいと思います ははい、それではですね、チップソンの安定版として使ってみましたけれどもこれね前置きしますが自分の技量や環境によって評価というかもうまるっきり変わると思いますまずあのジズライザーエアーの方ですけれどもあの通常のこのジズライザーよりもあの厚みがあるのでその分ですねあの、土を噛むことは減るんじゃないのかなというふうに思いますもちろんですけれどもジズライザーエアーの方地釣りできましたねその辺は良かったと思います でジズライザーヤの方実は跳ねましたね。凹凸があるところでピョン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 するんですけど、こちらの方だと凹凸があると所でも割とですねそこまで跳ねはしないんですよね。つまりこう跳ねるっていうことは結構あのこっちの地ズライザヤだと際上がりとかもう地面ギリギリ。 まあ、あの段差ができずに綺麗に枯れると思うんですけどあちらのジズライザー屋だとちょっと跳ねた時にやっぱりその段差の方ができるんじゃないのかなっていうふうに思いますねなので土を噛まないのはいいんですけども断然もしその安定版としてやるんだったらこちらの通常のジズライザーの方がすごく良いと思います。 あとねこちらの方がねあのやっぱり刈りやすいですね、形状的にやっぱりその低さもあると思うんですけど、若干刃を少し斜めにしただけで、こうまた深く刈り込めたり、微調整するのにもこっちが良いと思います。ですので、まあ、ジズライザーエアーは、やっぱりその初めてやられる方がいいのかなというふうに思いまして、一般的にやっぱり草刈り、好まれるというか、される方はもうこっちの方がねいいいいと思いますすそれではでではね続いてナイロンコードで草刈りしたいと思います。 今ですね、あのコードを差し込もうと思ったんですけど、結構ね、この土がびっしりこびりついてるんですね。まあ、取り除く必要はあるんですね。 それでは買ってみましたけど、いや沢崎ね。軽いから楽ですね。こうさっさとやるのが本当にいやいいなーっていう風に思ったんですけど、なんです？なんかね？こう切れ味があれ、ちょっと今今までと違うなーっていう風に思ったんですよ。なんでかなーってコードが悪いのかなーとか思ったんですけど、もしかしてね。あの沢崎が軽すぎてあの草に当たるじゃないですか？当たるとなんかちょっと負けるとヒュンってなんかこう避けるっていうんですかね。軽すぎて。 なんかね？軽量ボクサーみたいな感じなんですよ。あ、ほんと軽いからいいんですけど、ただでもなんかちょっと当たり負けするなっていうイメージは感じました。なんか本当に。 一般的なやっぱりあの専門のナイロンカッターだとかそういったものの方がバシバシもっと借りていけるなというのは感触は受けましたそれからですね、際わりに関してはね、良かったですね、あのー、軽いので自分の狙ったところにすっとこう入っていけるっていうのと、あとは結構、込み入ったところにも入っていって、やっぱり刈ることができるので、そういった意味ではあの軽さっていうのは、そういったその際わりに関してはすごく良いなというふうに思いました。 はいじゃあ続いてですねチップソーとやっぱりナイロンコードですね合わせて買ってみたいと思いますどうなりますかねやってみたいと思います。 はい、それでは買ってみましたけれどもうんとねあんまり何て言うんだろううんとナイロンコードだけで刈ろうとしてもやっぱりナイロンコードの力がやっぱり草に負けてしまったりもしますしでチップソーが先に草に行こうとするとやっぱりなんかコードが今度多ごんじゃうっていうかなんかあんまりコードを発揮しないなーっていうのがあったりいやどっちなんだいみたいな感じなんですよね。 ってなるとやっぱりどっちかで使った方がいいなっていうふうに思いました。ただ、これって多分あのチップソーで使ってて、やっぱり急に極上がりしたいという時に、こういう風な仕様にするといいのかなというふうに思うので、ちょっとこのままね。あの極まりしてみたいと思います。 はい、それでは、際がりやってみましたけど、うんあのー、さっきの,あの単管パイプのところの際がりですかあれはすごくやりやすかったですね。あのちょっとと近づけていくと ナイロンコードのその先端がこうぶつかって、あ簡単に、なんかあのチップソンがちょっとガイドバーみたいな役割もして、ああいう際がりは便利だ、もしかしたら塀だとか、ああいったところもそういうふうにずーっと買っていくと、借りやすいのかなというふうに思いました。ただね、ナイロンコードが短くなったらね、ダメだと思いますので、それは難しいと思います。で、あと今はちょっとね、段差がこうあるような際がりだったんですけど、あれはじゃ なんかチップスをやりながらだと大変ですねちょっとやりにくいなというふうに感じましたねまあ,あの段差ある際わがりってあんまりないと思うんですけどでも一般的なその対象物に対してやる際わりだったらコードが短くならない限りはとってもやりやすいなというふうに思いましたなのでやっぱりそのチップソーで買ってて最後の仕上げでナイロンコードを差し込むっていうのがぴったりのこれ商品なのかなというふうに思いましたあのきわりをしたい場合ですね はい、それでは皆さんいかがだったでしょうか。ジズライザーエアですけども、面積がこう小さくて、例えばお庭の草刈りにプラスアルファぐらいだったり、あとはその際刈りですか、それも行うっていう方にはもうぴったりの商品なんじゃないのかなっていうふうに思います。本当ね、あの短い面積を多用途に使うんだったら、もうこれ1個で十分だと思います。あの本当専用のナイロンカッター買わないでも多分十分だと思います。 あの差し込み式ってコード自体ちょっとですね金額高いんですけどただ面積が小さいとその分コードを使う量も少ないということはいろいろな意味で最終的に金額的なパフォーマンス的にもいいんじゃないのかなというふうに思ってますあとはやっぱり安定版として使えるということで普段はですはチップソーで買って最終的な仕上げでまあナイロンコードを使うというそういうやり方が一番いいのかなというふうに思います逆にやっぱりあの面積の 大きいその草刈りをやる方はやっぱり自分の,その使い慣れた安定版であったりあとはそのナイロンコードであったりそういったもう専用のものを使われた方が絶対効率がいいと思いますあのチップソーとナイロンコードの併用なんですけどもすごいアイディアかなっていうふうに思ったんですけどなんかねちょっと一般的っていうか汎用的じゃないですね。 なんかねあんまりちょっと使えないかなというふうに思うんですけどただあの最初からもう仕上げてやるんだっていう草刈りっていうんですかねあのもう地面もえぐれるぐらい綺麗にザーッというふうな刈り方をちょっと素早くやりたいなという方はナイロンコードチップソーの,あの組み合わせっていうのはいいかもしれないですけど。 そんななにね、なんかそれの用途使う用途あるかって言ったらねそこまでもないですしなんかもったいないですよねせっかくいいチップソーといいナイロンコードあるんだったら別々に使ってしっかりその性能を生かしきった方がいいかなというふうには思います本当にね結論ですけど小さい面積の方が多用途に使うのにはこのジズライザーエアものすごく良いと思いました もうね、あのやり方など10人といろありますから、ぜひですね、もうコメントお待ちしております。特にですね、あのこちらのジズライザーエア使っている方がいましたらね、もうどしどしコメントお待ちしております。この動画を見まして、いやもう良かったよっていう方はですね、いいねボタンとですね、チャンネル登録をですね、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。